こんにちは、伊藤浄一です。今日はいつもとちょっと違うところにいます。これは恵比寿のデジタルガレージのビルのオフィスです。今日は Web3 とはでは Web3 とはの話をしたいと思います。Web3 は Web1.0 と Web2.0 Web の次に来ている Web3 っていうのが新しい Web のフェーズで,で Web1.0 っていうのは一番最初にブラウザができて サーバーにいろんな情報があって、世界中からすごく安く情報が手に入ったり、そして e コマース e r c で買い物ができるっていうので、誰でも世界中でこう読み取ることができたのが Web 1.0で、その時にはあの、まあ、検索エンジンだとか Yahoo とかができたんですけども、Web 2.0はモバイルになって、そしてサーバーがだんだんクラウドになって、自分でサーバー立てなくても、 クラウドで、まあメールもそうなんだけども、まあ、Twitter とか Facebook とかに自分の情報をあの書き込むことができて、だから今まではあの読み取ることだけだったのが、今度書き込むことができるのが Web2 で、で Web2.0 っていうのはどっちかっていうとソーシャルメディアが主流になるんですよね。で、ソーシャルメディアが伸びていくと、今度 Facebook みたいなプラットフォームができて、今まで結構分散型だったのが、だんだんこう中央集権型みたいになって、 自分のユーザーのアイデンティティとかもこういうプラットフォームに入っていくわけですよね。もともと Web3.0 っていう定義ティン・バーネス・リーっていって Web の創業者の,あの方なんですけど彼が言っていたのはあの今までの Web っていうのは、まあ、テキストデータが世界中にあって検索エンジンで一生懸命それを解析してたんだけども Web3.0 っていうのはもう少し意味があるデータをネットに、まあ、データベースのように置くことによって。 あのすごくあの解析しやすいインターネットになるとまあウェブになるっていうふうに考えていて一生懸命作ってたんだけどもなかなかそれがあの定着しなくてでその後ろからあのブロックチェーンをベースにした新しい NFT とか DAO とかいろんなのが生まれてきてでこれが次のウェブじゃないかっていうので。 最近はクリプト関係の人たちを中心に Web3 っていうのができてそこにメタバースとかバーチャルリアリティも組み込まれてこの辺りがザクッとして Web3 かなと Web3 の一つの重要な特徴は Web2.0 で、まあ、Facebook とか Twitter とかでちょっと中央集権型になってたのはもっともっと分散型になっていくっていうのでだから分散型のブロックチェーン分散型の組織それであの いろんな分散型の哲学を持ったあのものが今ウェブ3ってよく言われています。まあだいどんな技術もそうだと思うんだけども、結構オープンに分散型にみんなしようとするんだけども、ほっとくとだん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 中央集権になってくるんですね。やっぱりあのお金だとか権力でみんなモノップリを作ろうとするわけなので、だから元々のインターネットはあのインディペンデントな ASP があったのがこれが電話会社に買収されてみんなオープン Wi-Fi になると思ってたら。 今はあのモバイル携帯なんかではもう電話会社が仕切ってる 5G とかになっているしそしてあの今まで最初はメールが全部オープンだったのがもう今のメッセンジャーフェイスブックメッセンジャーと LINE が相互乗り入れできてないのはこれはまあ会社が全部あの中央集権に持っていくのでだから大体 ウウェェブブのの最初、まあ、ウェブの前にインターネットがあるんですよねメールをやり取りするのも全部バラバラだったメールが一つのメールのネットワークになったっていうのがウェブの多分最初のキュラーアプリケーションなんだけどもでもだんだんやっぱり会社がまとめていってポータルを作ろうとしたりフェイスブックとかツイッターとかもビジネスのために抱え込もうとするんですよね。でそうやって抱え込まれちゃったところをもう一回こう分散型にしようっていうのがウェブ3の一つの重要なポイントなのでだから多分ウェブ1っていうのは 結構分散型の哲学だったのが Web2 で会社ができてきてそれは中央集権にしてで今回の Web3 のムーブメントはまた分散にしようっていうのが流れなんじゃないかなと思います。Web3 っていうのはすごく重要な大きい概念であの哲学も入ってるんですよね。で今までのインターネットの例えば TCPIP とか HTTP とかメールとかっていうレイヤーがあってその上に今ブロックチェーンっていうレイヤーがあってブロックチェーンによって。 NFT だとか、スマートコントラクトだとか、あのトークンがエネ b ブルされてで、その技術を使った、例えば DAO みたいな新しい組織があって、で全部ひっくりめて Web3 なんで。だからそういう意味で言うと、Web3 の言葉はちょっとなんか特定のブロックチェーンじゃないかなとか、Timber n e r s Lee が望んでた Web3.0 じゃないんじゃないかな。だから他の言葉を使おうと言ってるけども、それは間違いで、やっぱり Web とかインターネットとかこういう波が来て、Web1、Web2、Web3、 もしかしたら Web4、Web5、Web6 と来るかもしれないんだけどもこう毎回ウェーブに来るたんびに新しい哲学と新しいムーブメントが起きてでこの一つの技術じゃなくて全部のことを Web3 と呼んでいるので,でそこにはメタバースとかも入っているので Web3 はあの本当誰でも参加できるで、まあ、国で言えば各省庁全部入っているのが Web3 であってでそれをこうなんか次のムーブメント次の世代に持っていこうって言ってるのが Web3 っていう言葉の意味です。 僕が Web3 を書くときには小文字で Web で3を Web にしつけているのは、まあ、Web1 とか Web2.0 っていうのは、まあ、なんかいろんな人がこう決めた言葉で,で Web3.0 っていうのはどっちかというと WorldWideWeb Consortium とか結構その今までの,あの既得権益が決めていった Web3.0 とちょっと違うノリであのクリプトのコミュニティがあが作ったのが Web3 なのでそことちょっと違うっていうことと。 あとはクリプトのコミュニティの,あの、まあ、スライグの中でも例えば「Good Morning」のことを小文字の GM って書いたりあの結構あの謙虚であの楽しくやろうっていう感じなのでだからその今の Web3 の, We の,あのスタイルとかコルチャーもなんか小文字のコルチャーなのでそれを表現するためには小文字であの言った方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、Web3 のアップって多分たくさんあってキャテゴリーとしては一番分かりやすいのは 最近流行っている NFT と NFT のマーケットプレイスとマーケットプレイスで買った NFT が Twitter のプロファイルになったりいろんなところに NFT を持ち歩けるのは一つのエコシステムで,で最近できてきているのはあのゲームの中でアイテムが NFT になっているんだけれども最近ここのゲームであの稼いだとか買った NFT が他のゲームで見れるっていうのでその,の総合乗り入れがだんだんブロックチェーンによってできてきているのとか。以前のビデオで 一緒に話をした DAO のツールが多分 Web3 では一番個人的には役に立つあのツールで,でそのツールたくさんあってあの以前も紹介したようにあの投票のツールだとかあとはプロジェクトマネジメントのツールだとかで同じトークンで同じブロックチェーンでいろんなツールを使うことによってコミュニティのマネジメントできるっていうのがすごく Web3 の特徴的なアプリケーションだと思います。 ウェブ3はブロックチェーンの上にできていてでブロックチェーンのトークンだとか暗号通貨とか NFT っていうのは金銭的な価値もあるのであの詐欺だとか犯罪者があの結構集まってる部分もあるんですねでそういう意味でそういう人が、まあ、お金盗まれたとか NFT が盗まれたとか偽物が出たとかっていうニュースは結構出ていてそれは実際に問題にはなっているのでだからそこを見るとあの結構ちょっと怪しい部分は たくさんあるのでそれは気をつけてそういうの、まあ、スパムの場合はスパムフィルターができたのと同じようにそういうスキャンとか NFT のスパムとか、まあ、犯罪を防止する技術だとか僕らのリテラシーを上げていくことによってそこの悪影響は下げていきながら結構面白い新しいプロジェクトがたくさん出てきているので、まあ、そっちを強化していかなきゃいけないなと思います。だから結構 Web3 を横かから見て、まあ、あのあの面白くないとか危ないっていいと危うので けなす人はたくさんいると思うしまあそういう人たちはいてもいいと思うんですけども個人的には Web3 の中に入ってなるべくそういう悪いものを防ぎながらいいものを育てていって Web3 をできるだけいい方向に引っ張っていきたいなっていうのは僕の考え方です。Web3、まあ、僕は個人的に新しい技術が好きだし あの新しいものを作っている時はワクワクしてるんだけども、ただ Web3 っていうまあクリプトも含めて大きい流れはもう世界中にも来ているので、で好きだろうが嫌いだろうがこれは絶対来る波なんですよね。だからそういう意味ではあの理解して、そして自分たちのスキルも蓄えて、そしてその Web3 が来た後にどういうふうな社会が来るかっていうのをまあ準備しなきゃいけないんですよ。よだから津波は来るので、あの泳ぐ練習はみんなでしなきゃいけない。 じゃないかなって言うので、まあ、いろんな規制改革だとか、いろんな実験を行うっていうのは、ニーズがあると思います。実際にクリプトとか、ウェブ3というのは、もう来ちゃっているので。来ている波は何なのかと、その、な、その波で、どういう、こう。あの、影があって、どういう、あの、希望とか、オプロティニティがあるかっていうのを。理解することがとっても重要で、それを理解しなかったら、本当に世界。中にもう、置いていかれちゃう。今でも、日本は。 NFT の仕様でとか NFT 理解というのは世界のほぼビリで,でフィリピンとかそういう国だともう半分以上の人たちはワンゴ通貨を使っているのでそういうところから新しいアプリケーションだとかが出てくる可能性はすごく高いと思うので,でそういう意味で日本でベンチャーを育ててこれからあの経済成長にも貢献してもらうためにはこういう新しい技術のリテラシーがすごく必要だと思います。皆さんいかかがでしたか 以前のビデオでいろんなコメント書いてくれて本当にありがとうございます。今回のビデオでもなんか分かんなかったこととか自分の意見だとか次のビデオの質問があればコメントの方に書き込んでください。全部読んでます。それじゃあ